はい、こんにちは、勝俣博物館です。ということで、今日はこちら長旅版勝俣博物館、視聴者の力をお借りします。旅企画で実際に行ったウルトラマンオーブ一番くじの、結果発表みたいな感じですね。はい、まず一番最初引いた時は A 賞と予想して、あお E 賞のゾフィーが出ました。はい、そして次静岡で引いた時は J 賞のレッドキング、はい、で次これは B 賞ですけど違うね、順番的にはこうだね。はい、視聴者さんと一緒にね生放送してる時にバルタン星人が欲しいって言ったらバルタン星人がまさかの出て、でその次に引いたのがビッグモンと、でこれでもう結構上位賞ばっか出て下位賞出ない、でそれで視聴者さんが僕にくれた B 賞のオーブオリジンと SSP のラバー、そして最後2店舗ありまして、あれだね、レッドキングが被って、レッドキングはその時にいた視聴者さんにプレゼントして、その次にやったところが C 賞のサンダーブレスター、サンダーブレスターでした。ベリアル狙いだったんですけどもね、まあ間違ってはないかなって感じですけども、はい、そしてまあ L 賞ありますけども、旅の企画でやって当たったのがこれだけど、すごい高確率での上位賞ですよね。うん、でそしてなんですけど、まあ全部やっぱやってきました。全部っていうかね、揃えるためにやっぱないので、どこの店舗行ってもないので、あの店舗がそもそもないので、やっぱ全部これは揃えておきたいなと思って、一応ねあの全部賞揃えてきました。ただそれはちょっとね次の動画でやろうかなと思っております。今回はねこのね旅の中で集めたウルトラマンオーブの一番くじがこれだけという結果でしたよというお知らせでございます。次のね動画では全賞確認していきたいと思います。あのこれもね開けて見ていきたいと思いますので、ぜひご覧ください。それでは、また明日。